ちょっと自己紹介からさせていただいていいですかね。僕、染田と言います。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。お世話になっております。ご無沙汰しております、上野です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。リアルスタイルの堀と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小林です。私も一応、スポルテックでお会いさせていただいているんですけれども、サプリメント事業部の布目と申します。よろしくお願いします。いつも YouTube ご苦労様です。ありがとうございます。いただいてるんです。これちょっとじゃあいつものお願いしていいですか。ビタミンミネラル抹茶立ちますか。ゴロゴロシです。お、のよ見れた。どうしたんですか親指。ダンベルでちょっと挟んだで、こうちょっとパチンってできませんけど。すごい生で見えた。嬉しいです。生ではないです。今、コアラさん、お手元にそのサンプルがあると思うんですけど、まあ、はい、に順番等はないので、シェイクして飲んでいただく形になります。で、こちらでもその同じフレーバーがありますので、一緒に飲んで、ちょっとそこでお話ができればなという形になります。こんなに、もう美味しい味してますわ。この6種類あれなんで、コアラさんがこう伸びたいっていうフレーバーを、こうピックアップして何回か改良を重ねて小原さんに渡しできるところまで一応持っていってるんで、合計じゃあ今日はフレーバー数としては6フレーバーですね。フレーバーで各2色ずつ入ってるような形になるんで、じゃ早速1個目小原さんの好きなやつから飲んでいきましょう。それは僕が提案したやつやからですけど、全部僕の好きなやつですわ。そうですね、はい、どうしよう、どれからいこう。一番じゃあなんかさっぱりしてそうな、じゃあちょっとレモンティーから、はい、あ、わかりました。じゃあこちらでも用意していきましょうかね、はい、めっちゃもう水に入れた瞬間にレモンティーの香りがしてきましたわ、はい、なんかぜひ匂いと味と両方感想いただけると嬉しいです。匂いいいですね。じゃあちょっといただいていいですか。じゃあ僕らも一緒に小原さんと一緒にいただきます。なんか乾杯みたいになっちゃった。あ、うまいです。いただきます。うわすごっ。どうですかね。いや、レモンティーっすね。マジっすか。なんかもっとこうした方がいいとかあれば全然言っていただいた方が。いや、これでももう、これでいいんじゃないですか。レモンティー、OK 出ました。この200の量で飲んでもちょっと濃すぎるとか飲みにくいとかないですか。あー、僕いつも200ミリに黒スプーン、もう山盛り一杯ぐらい入れるんですよ。あー、なるほど。だからまあちょっと 1.5 倍ぐらいの量になるんですかね、多分規定量の。ちょっとだからちょっと濃いめで作ってるんですけど、これ今200ミリで作って、うん、やっぱりまあちょうどですね、サラサラしてて飲みやすいです。あれば上々ですね。そうですね。あ、やばい、もう全部飲んでまう。そうです、6色。そうそう、6色あるんで、ケース配分お願いします。普通に全部飲んで迷った。うわ、要はなんか ほえの感ってあるじゃないですか。なんかあれがやっぱりこう、レモンティーっていうのとはなかなか相性が難しいんじゃないかなと。ミルクティーとかの方が絶対作りやすいんやろうなと思ってたんですけど、はい、もう全然もう普通にレモンティーでめちゃめちゃびっくりしました。あー、よかったです。嬉しいですね。うん、すっごいな。ほんまにプロテイン入ってます？いや、大丈夫です。僕いつもね、飲むたびに未だに思うときありますわ。さっぱり系のプロテイン飲むたびに、これほんなかなかでかくならんか、俺まさかプロテインのせいちゃうやろな。なんかこれプロテイン入ってないちゃうやろなって思って思うぐらいって思うぐらい、そのホエーの感っていうのがないフレーバーって結構あるじゃないですか、ビーレジェンドさんの味で。ですね、はい。これはじゃあどうしようかな。次、じゃあ同じ袋に入ってたんで、はい、メロンソーダを。はい、わかりました。メロンクリームソーダ風味をいかせていただきます。これちょっと炭酸が入ってるんで、そうくると思ってました。そうくると思ってましたよ。あ、
粉の状態の時ってあんまりこのちっちゃいパッケージだとあんまり匂いしないんですね。そうですね、はい、意外となんか水に入れるとこう香りがしてきますね。うわこれはもうまたこれお奈々さんの奈々さんの言うとはじゃあいただきます。こちらもいただきます。これはアイス乗ってるわ。そうなんだよ。小原さんからあったのがメロンソーダに、あ、アイスの乗ったメロンソーダっていうオファーだったの、ね、匂いはどうですか。匂いは香りはなんやろ、ごめんなさい、全然その僕が何か言う余地がないんですけどいやもう本当にいいなと思う、いい、おいしいなとしか香りもいいなと、なんやろな、何に一つこう参考になるアドバイスが何も言えない。いやいやもう、ね、逆に光栄です。光栄なことな、本当に。はい、色とかもどうですかね。あ、色もいいですね。色もメロンソーダをこう連想させるカラーで。色結構何回かありましたよね。色は結構苦戦して何回も挑戦したんですけど。あ、はい、意外と 色がなかなか綺麗なグリーンにならなくて。あ、そうなんですね。やっぱ結構見た目でイメージ、味のイメージってあるじゃないですか。色はい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 、なのでそこも、はい、でも僕それで言ったら 色に関しては、はい、そのビーレジェンドさん的にはなんか違和感あるかもしれないですけど、僕は個人的には色なくてもええなと思ってる派です。あ、はい、味とね、その栄養だけと、まあ、あと香りだけしあればっていう感じはしますね。なんか逆に色ついてない方がいいっていうくらいってことですかね。まあ、全く味が変わらないのであれば、うん、僕はそうですね、色ついてない方かとは思います。まあなく、まあ、あってもいいっていう感じですけど、ちょっとなくてもいいよねみたい な。これないことによって、すいません、せっかく苦労してこの緑を出していただいたので逆に新しい考えいただけてなんかすごく嬉しいです。そうですね、うん、僕はそんな風にいつも普段思います。あ、次、じゃあミックスジュースを2種。そうですね、ちょっとバージョンが2つあるんですけど、はい、フルーツミックス A ですね。はい、香りでもなんか、あ、間違いないなっていう感じになりますね。もうね、この辺はだってもう俺系はもう間違いないっすよね、多分ね。そう、どうですかね、はい、お得意のやつでしょ、もうこれは。なんなら今あるね、ビーレジェンドで今出てるフレーバー混ぜたらフルーツこれね、系のミックス系の味になるんじゃないかっていう感じもしますもんね。確かにフルーツ系ちょっと全部混ぜたことないですけど、なんか混ぜてみたくなりました。なんか今混ぜたらこれになりそうな気も。そうかもしれない。じゃあいただきます。いただきますか。あー、いい具合に酸味効かしてきましたね。えこれはうまい、うまっ。じゃあこれちょっと続けてちょっと飲み比べたいんで、はい、じゃあ B も、そうですね、フルーツミックス B もいきましょうか。この勢いで小原さん、成果足りてますか。大丈夫、成果、これはもう最後の成果ですね。まあでもなかなか4つ常備してるやつもいないですよね。そうですね。なかなか優秀でしょ。そうですね。はい、じゃあ、B の方をいただきます。
あ、どっちもうまいな。バナナの感じが強いんですよね、 B は。そうですね、はい。うわ、僕が個人的に好きなのは B です。あ、B の中でなんかもう少しこうした方がいいみたいなことないですか？そのね、だからもう少しこうした方がっていうところが多分一番フィードバックとして欲しいところやと思うんですけど、もう何も言うことがないんですよ、さっきから。え、これ以上あるっていう感じで。何やろ、朝何もご飯食べてなくてこれが一口目やから、ちょっとこういう B の方がなんかちょっと濃厚な感じがするからこっちを欲してんのかもしれないですけど、 A の方が若干まだ爽やかな感じがするんで。そうですね、なんとなくその味の輪郭としては A の方がはっきりしてるかなってところですね。トレーニング後とかやと、もしかしたら A の方がグビグビ飲みやすいのかもしれんなとはちょっとなんか思います。あかん、もううまいしか出てこん。いやでもやっぱ B かな、うん、B の方がなんかこうミックスジュースって気は僕はしますね、うん、これどうなんですか、これ関西はこっちの味なんですかね、もしかして。もう関東って あるんですかね、そもそも。なんかそんなイメージ的にフルーツジュースといったらこれみたいなの、そんなに周りでそこまでフルーツジュースをこだわり持って飲んでる人がいないってイメージです。そっか。もしあるとしたらあれですかね、あの銭湯の、あ、瓶とかのやつ、確かにそうかもしれないですね。なんかまあさっぱりという、フルーツジュースとかミックスジュースっていうので、なんかこうイメージする味としてはやっぱり僕個人的にはさっぱりしたものよりもこういった何ですかね、濃厚な感じっていうのがイメージとなんかこう しっくりきたっていうのもありますね、はい。このコラボはコアラさんが飲みたいプロテインをフレーバーがするっていうのがテーマなんで、あのコアラさんが飲みたい方でいいんですよ。これはもう本当に夢の企画ですよ、本当に。B で。B で。まあ、B でって別に決定したわけじゃないですけど、まあ、あの、A と B で言うと、まあ、B かなというふうに僕は感じました、はい。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、あとライムと洋梨を。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。ありました、ありました、もう家にあるシェーカー総動員ですわ。その青のやつありました、ノベルティーもらってましたわ。じゃあ洋梨味を、はい、洋梨で。じゃあいってきます。いってきます。洋梨や、うわ、すごっ。なんかあの洋梨の食感を思い出しましたもん、今。洋梨やのに食感がないって思って変な感じになりましたもん。あ、すごい。うん、これはあのめっちゃ美味しいんですけど、はい、洋梨の味とそのまあ、さっきまでずっと言ってたホエーの感じっていうのが二つこうちゃんとそれぞれ分かるなっていう感じがしました。うん、香りはもう完全に 100% 洋梨ですけど、うまっ。いやでもね、うまいんですよ、単純に。単純に味としてはうまいんで。甘さとかはちょうどいい感じですか？あ、甘さちょうどいいです、はい。あのその甘すぎない系で、はい。今あるフレーバー、まあ、僕がよく飲むフレーバーで、あの メロンよく飲むんですけど、なんかそれぐらいの甘さとかその風味の強さみたいな感じがしますね。はい、めっちゃ飲みやすいです。で最後にスイーティーライム風味ですね。スイーティーライム、今回の中で唯一の酸味系になるんですかね。あ、
ほんまですか、僕の好きな。すごい、それを一番最後にされた飲み方、すごいなって今思ってるんですよ。やっぱ酸味系最初に飲んじゃうと、その後の飲むやつの、ちょっとね、味覚がちょっと変わりやすいかなと思ってるんで、いや、なんかそれ、もし先に言ったら言おうかなと思ったんですけど、最後に選ばれて、さすがだなと思ってるんですよ。言うまでにやってしまってる声。偶然でしかないですけど。全部甘い。甘い系とか、まあ、酸味そんな強くない系ですもんね、全然。そうですね、はい。あ、香りからももう酸味を感じますわ。あー、うまいわー。これは、やっぱこう、まあ、酸味、一番もう、1000倍特許みたいになってるじゃないですか、もはやこの酸味系のプロテインって一番だからもうトレーニング後僕こっち系が一番好きなんですよ、はい、筋肉マンとかトレゴリもめちゃめちゃいいんすよ。濃いめで作っても全く嫌味がないというか、いやこれ僕これひいきしてまいますわ酸味のやつ好きなんで。そうですね、1個に絞るのめっちゃ難しいですね酸味の程度大丈夫でした？もうちょっと酸味強い方がお好きとか抑えた方がいいかとか。ちょっと抑えてもいいかなと思いました。本当にちょっと。逆に甘みはどうですか？今の感じだったらバランス的にはもうすごいいいんですけど、これで酸味を減らした時にまた甘みがどう感じるかっていうのは分かんないですけど、甘みはちょうどいいなと思いました。酸味がちょっと強いなと思いました。じゃあ今回、まあ、6種類レモンティーとメロンソーダとフルーツミックスが A と B と、洋梨とスイーティー、この6種類だったんですけど、はい、この中で、まあ、コアラさんの中でこれは残しておきたいなっていうところが、1個に絞るというわけではなくて何個か挙げてもらってっていうことをお願いできればなと思うんですけど、レモンティーとフルーツミックスのほら B ですよね。でこの洋梨も捨てがたいなどれやったらどれ買うかな、まあ、だから普通に販売しててどれを買うかなって思った時に、レモンティーミックスジュース、スイーティーライムですかね。洋梨はちょっとどうしようかなっていう感じはします。いや、これうまいよな洋梨のその濃い感が抑えられたらどうなるんだろうっていうありました。ちょっと待ってくださいね。香り、そうですね、香りがもしかしたらちょっと弱かったかなというふうに感じました。もう少しレモンのような香りってことですかね。紅茶の香り、あ、紅茶の香りがもう少し、はい、レモンの香りはどうですか？そのレモンティーってなると多分レモンと紅茶の香りとまああるかなと思うんですけど、レモン感はある感じですか？香り、レモン感はもうちょうどいいですね。そこまで主張しすぎない感じっていうのが、はい、フルーツミックスの B の方とかも、うん、もし何かあれば。なんもない。あ完璧。なんもない。もう本場はほとんど言うことないですもん、本場は。無理やり言うならばっていう感じですよ。バナナをちょっと強く欲しいなって。まあちょっとバナナ強めっていう、ところでやってみましょうか。はい、はい、はい、なんか、はい。それぞれじゃあ、今挙げていただいたところの、まあ、うちとしては改善を、しまして、またそれで、コアラさんの方にはお試しいただく流れでいいのかな？そうですね、はい。ナシとスイーティーとレモンティーとフルーツミックス B ですね。こちらの改良版と、で、今日飲んでもらったものをまた合計だから8種類になるんですかね。またちょっとお送りいたしますんで、
ごめんなさい、もう僕自分で言っといてなんですけど、はい、この洋梨っていうのがちょっと正直そのフレーバーとしての目新しさがなんかそこまで感じないというか、洋梨ちょっと飲んでみたいわっていう引きがちょっとないかなって自分で提案しといてなんですけど、ちょっとそう思う部分があるんで、はい、美味しかったんですけど、もしなんかこう僕が飲みたい味なんですよってこうご紹介するにあたってはちょっと外すという方向でもよろしいでしょうか。じゃあもうあの3種類はい、なんか絞っていった方がと思うん で、 うで、ね、はい、絞るっつっても3種類残っちゃいましたけども、でもこの3つはなんかすごい僕関係なくそのBレジェンドさんからこう出た時にすごいあ気になるなって、はい、購買意欲を刺激されるフレーバーかなというふうには、はい、思うんで、はい、レモンティーとフルーツミックスとスイーティーライムと、はい、かしこまりました。こちらの3種類合計6種類またの改良したものと今回のものをまたお送りしますんで、また詳細についてはまたのご連絡いたしますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日じゃあ貴重なご時間ありがとうございました。はい、すみません、ごちそうさまでした。またぜひよろしくお願いします。遅刻してほんまにすみませんでした。もうほんまにもう久しぶりに遅刻してめちゃめちゃ焦りました。僕の中でこれを飲み比べる頭の中で間違って遊びやと勘違いしてたんですよ。仕事ですよ。仕事じゃないよ、今度遊びやんと思ってしまってて、それでなんかちょっと狂ってたんですよね。翌日のなんか注意力がもうなくなってて、本当にすみませんでした。いや、とてもないです。じゃあちょっとまたご連絡いたしますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。